橋本環奈が主演の NHK 連続テレビ小説、おむすび、月曜から土曜8時、土曜は1週間振り返り放送。10月3日は第4話が放送される。男はギャルたちを見た目だけで判断して。天神のゲームセンター近くでギャルたちに出くわしたゆい、橋本環奈、が、しつこく博多ギャル連合への加入を求められ、困っているところに警察が現れる。 ゆいとギャルたちを見かけたサラリーマンの男が恐喝と勘違いしたようで、ギャルたちは何も悪いことはしてないと反発する。しかし、男はギャルたちを見た目で判断し、社会のクズ呼ばわりする。どんな時でも自分らしさを大切にするギャルたちと出会ったヒロインユいが、そのギャル魂を胸に、平成の時代を思い切り楽しく、時に悩みながらもパワフルに突き進む物語。やがてゆいは、 幼い頃に阪神淡路大震災を体験した生まれ故郷の神戸に戻り、栄養士になるという新たな夢を抱く。主題歌はビーズのイルミネーション。語りは俳優や文筆家など多分野で活躍するリリー・フランキーが担当する。